マジキーデートダイアリー。言い方僕の時いつもこれなんですよ。そうなんだ。はい、設定イルミネーション。人物はデートでよくありそうだね、イルミネーション。断密。うわー、なんだろう、どうなるだろうな。デート開始。断密さん、イルミネーション喜ぶかな。ああ、確かに。あんまり興味ないよね、多分。だから、連れてくとしたら、僕の地元旭川、北海道旭川ってとこなんですけど、はい、旭川のその買い物公園という、まあ、町の一番中央通りに連れて行きますね。で、壇蜜さんを誘って、すごいイルミネーションあるから僕の地元で見に行こうぜっつって、全然大したことないんですよ、イルミネーション。へぇー、はい、旭川はね。はい、それで人驚きさせますね、まず。あ、全然逆証もないじゃない。逆にイルミネーション見れねえじゃんっつって。いや、だってお前そんな興味ねえじゃん、イルミネーションさ。いや、だから見せない方向で僕はやったんだよっていうのを、まずぶちかまして。ああ、そうか。チヤホヤされ慣れてるから。そう。壇蜜さんは。そう、逆にイルミネーションに興味ないってことを、むしろもうガツンと食らわしてやって、うん、その後、ガツンと食らした後で、よし、じゃあ旭川ラーメン、うまいラーメンも食えっつって、もう、そこで一番僕のおすすめのラーメンを食わせて、まあ、なんなら帰りに旭山動物園でも見に行こうかな。それはそれも興味ないだろ。関係ない。動物園は好きだと思う。そうなの。ダミさん動物園は好き。興味ない興味ない。意外とね、うん、ですね。そうそうそう、イルミネーション、本当のイルミネーションってこういうもんだぜっつって。動物園こそが本当に最高。本当にイルミネーション、イルミネーション嫌いなんだね、草薙くんが。だから断蜜も嫌いだってことです。すごいな。それとは、うん、ね、それをして、まあ、終わりですね。はい、です。